狐はまたしても逃げた。しかしどこへ逃げようとも強大な妖気は隠しきれない。えい、今度こそ逃がすわけにはいかない。しかし同じように心境をかざしてもまた失敗するだろう。確実に封印するにはその妖九尾の狐と彼女の尾が変化した偽の英雄たちを倒し、心境の中へと完全に封印する。今こそ消す。九尾の狐の力は衰えてませんね。ここにいるだけで気を去る。彼女を確実に封印するためにはまずできる限り、そのために取るべき方法は尾で作った偽物の撃破、そして九尾の狐自身の、分かりやすくてよかろう。行くぞ。俺たちが一緒ならやれる。各家、小田原城の状況はどうだ。付き添っている氏康殿はおそらく死亡。ここで北条軍の薄みを欺いたのでしょう。執行を退治しながら狐狩りか。必ず仕留めて封印してやる。おのれ、あらを封じんとするか。いまいましや人の子らめ、残らず帰るうちにしてくれよ。まだしもべたちよ。慌てるなバカ。が化けてるに決まってるだろ。九尾の狐の妖気を徹底的に捨て、奴の尻尾は全て打ち倒す。尻尾は9本でしたか。全て倒すのは少々骨が折れますね。昨日は一巡、口を死ぬ。さすがですな、傭兵らの士気も高まりましょう。わけにはいかぬのだ。と及ばなんだ。あな憎き。よし、天守へ向かうぞ。九尾の狐を追い詰める。終着至極に存ずる。また逃げた。お呼びかな。しかし私の偽物とは奴の余裕がない。これ以上逃げられないようにしましょう。皆、
城の周りを包囲してもらえるかな。私が出よう。戦ってこいよ、大バカども。出ないかよ。いいな。まだ終わらせぬわ。もう私が負けるだ。なんということじゃ。天童子とオロチも出してきたか。上等。私は真の三国無双だ。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。私を倒したな。いい気になるでないわ。手間をかけたな。お前が危ない時はいつでも呼べ。相変わらず見事だな。お前の戦は俺を引きつけて離さん。おほう、さすがだな。俺がいれば百人力だぞ。神に封印してくれる。報告、島内に九尾の狐が現れました。北西に向かって移動しています。何、まさか倒したのは偽物。尻尾を自分に化けさせ、おとりにしたというのか。狐が小賢しい真似を。急いで追うぞ。お前は清潔な覇気を放つ。俺が出る。それは俺の魂をわしづかみにする。はっ、装着至極に存ずる。ついに九尾の狐を捕らえた。これで混乱も収まりますね。さあ、心境に封印しましょうか。今夜は勝利の美酒に酔えそうだ。よし、
皆様、お見事でございました。ようやってくれた。天帝になり代わり礼を言わせてもらう。お主らも知る通り、こたびの騒ぎは横島な願いと些細な行き違いから生じたものじゃ。じゃが雷動する思いと力はいかなる苦境をも打ち砕く。それをお主らはわしらに示してくれた。ああ、願わくは人界も仙界もそのようにあり続けたいものだ。さあ、あなたたちと世界とをあるべきところへ返しましょう。それが天帝、そして私たちからのお礼です。日々を紡いでください。あるべき時、あるべき空の下で。あれは何だったんだろうな。まさしく一睡の夢のようでしたね。うん、退屈しない座教ではあったな。九尾の狐を封印できるとは。一つ気になるのですが、神秘…いいえ、それオロチ様の力はあまりにも強大です。封じる…そうですか。ならば過去の偽物たち、九尾の狐の姿を明かせたのです。化けていた将も見破れませんか。試したことはございませんが、確かに可能性。奴らに心境をかざし気を込めれば何か異変が起こるかもしれない。やってみる価値はあろう。